アンダルシア州セビリア県ラスカベサスでサンフアンにあるオズボーンのオウ牛オズボーンのオウ牛はオウ牛のシルエットを模した全高14メートルの黒色の看板。1956年以降にオズボーングループによってスペイン全土に設置され、現在はフェリクステハーだけによって管理されている。オズボーングループにあるシェリーシュのソン・オズボーングループは1772年。 トーマス・オズボーンマンによって、シェリー酒の醸造会社として設立され、現在は、シェリー酒を含む、ワイン、蒸留酒、リベリコ豚関連製品、ミネラルウォーターなどを製造している。1956年、ブランド、ヘレスのブランデーへの広告宣伝のために、巨大な牛型の看板の設置を開始した。看板は黒一色であり、赤色の文字で、ブランド名のベターノが書かれ、 スペイン全土の主要な道路に沿って設置された。当時の看板は現在よりも小さく、やや異なるデザインだった。道路から150メートル以内の広告活動を禁じる法律が制定されたため、現在の巨大な看板が設置されるようになった。1994年には道路脇の広告活動を全面的に禁じる法律が制定され、オズボンの王子も撤去される予定だった。 しかし、この時までに、オズボーンのお牛は、全国的に有名になっていたため、国民の反応により看板は残されることになった。法律の意図通りオズボーンのお牛を完全に撤去する、ことを望む、活動家もおり、オリジナルの看板にあったブランド名などはすべて、塗りつぶされ、完全に黒一色となった。結局裁判所は、オズボーンのお牛の残存を認め、 その理由として看板が風景の一部となり、美的、文化的意義を有している、お牛は社会の共有財産となったことを挙げた。今日、オズボンという社名が書かれた看板が2箇所に存在する。一つは、アンダルシア州カディス県のヘレス空港であり、もう一つは、オズボーングループの本社が置かれているエル・プエルト・デ・サンタ・マリアである。オズボンのお牛は、ステッカーや、 キーホルダーなどにも使用されている。また、各スポーツ競技のスペイン代表チームや、個人のスペイン代表選手を応援する際には、スペイン国旗の中央に、オズボンの王子を描いた旗を振ることがある。2014年時点で、スペイン全土に91枚の看板が存在する。やや異なるデザインの看板がメキシコにも存在し、メキシコの看板は未だに広告宣伝の機能を有している。 2008年1月にはガリシア州でスペイン国家のシンボルをガリシア州から排除するためにガリシア独立主義者によって看板がオレンジ色に塗ら替えられた。5月には同様の破壊行為がカタルーニャ州でも起きバルセロナにあった看板がカタルーニャ独立主義者によって破壊されたが後にマスケファの住民によって復元された。 2011年4月にはバレアレス諸島のマヨルカ島に唯一存在した看板が独立運動家などによって破壊された。県別の看板数、ありがとうございます。